I am your father。こんにちはマカイヤです。<laughs> じゃあ、今日はゲストにおじさん二人をお呼びしました。<laughs> えー、どっちどちだから。じゃあじゃあじゃあ。ゃあ,あはい。二時のウイローです。よろしくお願いします。はい、同人誌とか作ってます。<laughs> もう一人パクチさんです。たまに出させてもらってる<う>キリグラフのセガです。よろしくお願いします。よろしく。 そろそろ取ったほうがいいかな。え、あなたは。せっかくマックルが消かぶるんだ。どうでものか。まあいいか。いや寒いかぶった方がいいのかな。ね、せっかくだからかぶお祭りだからかぶった方がいいのかな。抜けが悪い。反射反射してる。本当だ。本当だ。ハゲ酒って書かれてますよ。失礼。じゃあ取っとくか。 なんかこの前髪感がすごいハゲっぽい感じ <laughs> ちょっとやばいですけど <laughs> トレードマークということで本当にねスターウォーズって商業すぎて消しからんですよね本当にねお金ですよ世の中は <laughs> 本当に <laughs> じゃあやりまますか行きましょうこの,、ね、この画像はちょっといろいろ書いてくれって言ったらいろいろリストを渡すんですよ今日やるその絵取り上げる映画っていう、うん、そしたら「スター・ウォーズ」書くのかなと思ったら「まあ、ローガンラー・ <laughs> ガンラッキー」を書いてくれてローガン・ラッキーは、ね、面白いんですけどまさかこんなチョイスだったんだと思って確かにでも「ローガン・ラッキー」は「スター・ウォーズ」より面白いかもしれない <laughs> 法が,がちょっと最強最初はステマから始まりますまずは、えー、ちょっとこのヒロポンマグカップ売ってますえで、えー、このポケストップ T シャツも売ってますし、えー、全然、えー、著作権を侵害してないこのスライム T シャツも売ってます <laughs> あと毎月、このイラストを描いてくるアモイさんの T シャツも売ってます最近、ちょっと新作を準備してないんですけどもちょっと忙しくてあとはですねあのコミケの3日目に同人誌を売りますこのブロマガでちょっと描いてました「大長編ドラえもん」の徹底解説を、えー、かなりまとめてあとちょっと加筆をしたものです。いですねこ <laughs> 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 これはですね、お友達に書いてもらいました。漫画家の中村麻先生に書いてもらいました。なんだっけ、勇者云々かそうです、そうです。ここでちょっとご紹介をしました。中村先生に。最高 中村先生にエロいユリエを描いてくれって言って,え描いていた多分ねこれで間違いなく10人は確実に考えずに買うと思いますよ買かなマジですかあれこの絵可愛いですね本当ですかでも僕 <laughs> <や>表現しとこう <laughs> あ僕これもう本当コミケ童貞なもんで <laughs> 同人誌作るの初めてだったんですよ だからちょっとスタッフとこうさっきまでもう殴り合いの喧嘩をしてこれじゃ赤字になるだろうっ,つって中居の殴り合いの喧嘩をしてやだね同人誌コミケに全部売れても赤字じゃんみたいなこうもうね大変でしただからね同時は一人でやるのが一番いいんですよ、揉めるからだから,だから同時じゃなくなっちゃうんですけどねみたいな。<laughs> それはあれですか <laughs> これ今までの経験から言ってるんですか?。いやいや、そんなことはありました、ね。いや、僕もね、なんかね、なんか、俺、そ、俺 <laughs> はそうなのかな、もしかしてそうなのかなってね。ちょっとね、作ってから思いました。あ、これ。戦ってます。お値段がね、お値段も今決まりました。800円です。え。お、安い。本当は500円を目指してたんですけど。で,ね、で、これは山田礼二先生と一緒に言って。で、山田先生の同人誌を買った人に、あ、これ結構安いじゃん。 みたいな感じで買ってもらおうと思ったらそんなに安くならなかったです<ー>戦,戦略的かと思ったらで,で場所がこの3日目の東リ 25B になりますよろしくお願いしますページ数 3> 3 ページ数はなんか五十何ページぐらいでなんか六十か六十ページで。読み応えありますね。ただなんかちょっと三段組で十万字ぐらいになっちゃったんでえかなり読みにくい本かもしれませんが、ぜひ。年よりはちょっと読みにくそうな感じですね。大丈夫大丈夫です。えー、読み応えはバッチリあります。

のび太の宝島、川村元気脚本。ほほ。あ、脚本もやるんだ。絶対つまんないですよ。で、今、その、今、映画がいっぱいやってるじゃないですか。だから、あの予告を、のび太の宝島の予告を、何回も見るんですけど。これは、これ、確実につまんねえなって、こう、思いますん、そうか。まあ、どうなんでしょうね。 はあ、宝島には秘密があったんだ、みたいな。なんか暗黒大陸みたいな感じなんですか、ね。どんなか、ね、かかんない、全然わかんないですけど。はい、なんか噂では、のび太の海底祈願上のリメイクが難しいんで。うん、のび太の人魚大海戦とか、のび太の宝島みたいな、ちょっと違う感じでやるらしいんですよ。あ、通販は、あの、ちょっと今考えてますが。多分すると思いますが。えー、すえ、た、でもね。 こういういのはコミケに来てもらって買ってもらうっていうのが一番ですからね最終的にキンドルで読めるようにするじゃないですかダウンロードできるようにしてにあそれは多分ん1年後ぐらいです <laughs> 売り切れたら <laughs> キンドルにするかもしれ <laughs> ませんお金的な話をし,てしまいましたね <laughs> 儲け方ってやつがあるおみそかねおみそかはそういうのありますよね <laughs> じゃあどんな感じあとこれですね、えー、海田裕二さんの「ウルトラ怪獣塗り絵」を。 ぜひさんが編集なさったんですよ編集とデザインをしたんですけどまあちょっと去年これを出してちょっとあの去年紹介、うん、しまして急、ね、びれたんですけどこれを作って次ちょっと何しようかっていうので今回その塗り絵をやったんですけどなんかこの楓裕二さんって10年前からもうフォトショップで描くようになっちゃってたので。うんうんうん 早いすね、10年前のフォトショップを使って,てう結構そういの、うん、怪獣イラストテクニックの本ですよ、ね、その怪獣絵師と名乗っているぐらいその怪獣ばっかり描いてるんですけど、まあ、ガンダムとかもパッケージイラストとか描いてるんですけど怪獣の時の方が一番筆で乗っているの分かりますね見てて <laughs> そうですねガンダムだとちょっとえ, <laughs> えあそうなんですか <laughs> いやいやいや,いや <laughs> 結構最初こういうちょっとラフ分かるかなラフ反射してるかな 聖書とかはしないですよね。こっからいきなりこう色をもうつけていくんで。もうどん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 色がついていっちゃうんで、そんな線画がないんですね。<laughs> で、ハウツーにならないっていう。結局。<laughs> だから、この本出した。あ、けど、書いたな、それはちょっとお知らなかったな。こういうふうに、ちょっと、その、フォトショップで。あの、塗る。 塗ってるんで、こういうリアルな絵ばっかりなんですけどこれを逆に線画に起こし直してもらうっていう作業をしてもらったんですね。あ,あれ、でもこれはまだフォトショップない頃ですよね。ああもう混ざってます。ますの頃とあ 多分リテックスとか油絵の頃もあったのかなでそういうのをあのいちいちこの線画に描き直してもらうっていう行為をして <laughs>、ね、リバースエンジニアリング的な <laughs> そうですね逆になんかその普段こういう線画を描かないので、うん、怪獣のどこの部分ディテールを拾ってこう線画にするかっていうのをすごい悩んだと。 なんか先生をすごい困らせてしまう結果になったんでけどちょっと関東の方でこう実際に色鉛筆で塗ってもらったりとかもしてるんですけどこの色鉛筆を使うのも小学生以来っていう話でこれ <laughs> またあのすごい困らせてしまうっていう「<laughs> 大変だよ!」とかって言われて <laughs> そうそう結構でもそれやっぱうまいんですよねその色鉛筆で塗っても。で結構その ちょ Twitter と,とかの反応を見てるとやっぱり線画を皆さん見たことないんでこれはすごい貴重だっていう話をすごいしてくれててなのでちょっとこうまあ単純に塗り絵っていうまあ子供も大人もあの塗れるような感じにはしてあるんですけどそれ以前にちょっと海田さんの線画が貴重だっていう。 いいいいかかかっていうのが分るる人には分かるみたいなあ<ー>あのメカデザインのあの山田孝博さんとかはやっぱりこれを見てその怪獣のディテールの拾い方が分かるっていう話をしててだからまあちょっとその絵を描く人にはまた違ったあの側面も見えてくるんだじゃないだろうかと。 ちゃんとあれですよねカイドさん西洋画からはい西西洋画かか西洋画画から入った人だからデッサンってその線でやらないっていうやつじゃないですかそうですねそれがこの塗り絵は線で描かないといけないからって <laughs>、ね、逆,逆算して <laughs> 本当に線描かれたんですかこれの、うん、そうなんですよこのアシスタントにやらせればいいと思ったのに <laughs> 本人じゃなきゃこの線はわからないってことですねそう拾えないんですよ今度またその さっきのガラモンとかもそうなんですけど、ちょ考えただけ気が遠くなる俺、すごい作業ですね。このガラモンとかがすごい細かい。これ、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 子供塗れないですよ。いや、でまあまあ塗れなんかないでしょうけど、なかなか線で起こすのがすごく大変そうす。すごい、いい仕事さっき、さっき、本当ガラモン、ガラモンじゃねえダンカンがありましたよね。カンはない。んかないですかラモン違うえ、ラモンかな あなんかの集合体の中かななんかここなんいやつまりその成田成田デザインが基本的にディティールを積み上げるデザインから <laughs> <ー> <laughs> ちょっとえらいことになる怪獣がたまにいますよねそうですね <laughs> そうそうですねなんかだから、うん、結構そのああ、このレッドキングもちょっとやばいですね内部がいいっすよね内部じゃ内部が違うか これ,これちょっとやばいですで結構この内部使いとかも書いてて、うん、内部使いもなんかこの大友商事さんのやつをベースにしてるんでこのテキストとかが結構昔のままだったりと袋ですよね。こうですけどレッドキングの代表は凸凹ココしてるの多分塗ると楽しいですよこれ間違いなですから影をつけるために凸凹ココしてるのが分かるからすごい多分ちょっと塗りたいなという気持ちになりますねかマジですかちょっと僕これ子供の頃に渡されたら多分発狂しますに なんやねん、これ、れす,ごす,ごす,ごすごい、すごい。仕事かみたいな。<laughs> そう。確かに。なだっけ、まあ、アメコミをいっぱい買ったら、おまけに、アメコミ塗り絵ってのもらったんですよ。<laughs> うね、そ,うそう、あ、そう、シビルを塗る。俺も食べました。食べてもらえた、ね。そう、なんか通販のおまけで、シビルウォを塗り絵が来て、それが。塗り絵とは、生会の、本当にアメコミのインカーとか、ペンシルとか、分業で分かれてないですか。<laughs> あ、なるほど。<で><分>ただの、インカー。線を入れただけのやつで、うん。<laughs> これ塗れる人いるのかなっていうのはわかりましたねなんだ,だろう漫画じゃなかった、ねまあ、い仕事ですよねと思って <laughs> でも本当にやっぱりアメコミはその専門職の人じゃないと塗れないんだなそうすることによって権利をマーベルだけに残すという手段が<ー>個人じゃ作れない一人で作りましたって言わせないぜマーベルなるほどね。だからアメコミは、ね、反映してるのかもしれませんなるほど,なるほど確かにそうか,なそうかもしれないです絶対そうですよ <laughs> すいません。あとはね、あのこれをあゴジラキリエこれがゴジラストアでも販売されるようになりました。マジですか？あのゴジラ対エヴァンゲリオンストアですか？ゴジラストア。ゴジラストア。えー。ゴジをゴジラを切り出すていきますんで。えマジですか？ありがとうございます。すごいちゃんと結構余っちゃないんですよ。なんか今裏表紙にちゃんとメカゴジラとかメカキングゲドラも載ってるじゃないですか？ 三、ね、式色桐生がやっぱりこうパーツ分けとかが難しくて、えー、ゴジラストアって何って言われてますけどあっこんな人もいるんですかネットストアですねなんかゴジラグッズが通販で買えるゴジラストアっていうのがあって<ー>そこで扱ってもらえるようになったんですごいですね次は何を切りグラフにするすいやちょっとね<あ>これがあまり売れしいじゃそうなのでちょっと次が出せないかなっていう <laughs> そうなんですか なんとかエヴァまで行きたかったんです。けどあ、これ、え、シンゴジラがは、は、一番関東に。あ,るあ、ちゃんと、鎌田くんも。一応、それも見れますよ。ここそっか、さすが、やっぱりそうですよね。うん、そりゃ、そりゃ、そうですよ、ね。うん、動く切り絵とかどうですかね。アニメーションで十枚切ると動くよみたいな。ああ、その、もう。<laughs> かっアフターエフェクトが作ってくれる人がいて、ね。もうう <laughs> 動画で撮っていいよとか言って。<laughs> なんか、うん、ドクター前髪足りてるとこ。 しょうがないですよなんかこなんか突っコみが入っんたんですにやっぱりさんにおじさんさんにおじさんさんにおじさいさんおじさんさんにおじさんさんにおじさなさんにおじさんうおじさんさんにおじさんにおじさんいおじさんにおじさんにおじんにおじさ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 んにおじおじさん三人じさんにおじさんにおおじさんにおじさんにおじさおじさんにおじさんんじさんおんじ これですね、ちょっと次<あ>、まあのステージは虹野さんのほあの今度の冬コミに新刊が出ます、えー、と今度は、えーと平成あ「仮面ライダー」と「ガンダムを」を組み合わせたようなモビルスーツデザインをの同人誌を作ってるものなんですけど、えー、と今度は、えーと「平成2期のライダー」と「ガンダム」シリーズを掛け合わせた新刊を出します。えーとつまり <laughs> 仮面ライダーダブルから今絶賛放映中の仮面ライダービルドを何らかのガンダムと組み合わせてデザインにまとめるというはい、はいこん,なこんな裏表紙ですまさにこういう感じあの今絶賛映画で出てますあのなんだっけ平成ジェネレーションズファイ5、はい、ああこれ映画に合わせたわ、ね、合わせたラインナップになってますなるほど 真ん中のが「仮面ライダービルドで」あ一で一応全部スライドにしましたけどこういう感じで「仮面ライダーと」えー、と「ガンダム」を組み合わせた内容になっておりますでそれを平成2期のダブルからビルドまでやってますのでその時期の「仮面ライダー」がお好きな人はぜひご注目ください <laughs> でコミケにも出ますしあと通販サイトであっ トラ穴アナさんとかメロンブックさんで通販の予約も開始しましたのでぜひ興味ありましたらご購入お願いいたしますちょっとこれ2号ライダーもライター化してるじゃんあそうですあの最近出たクローズもあのガンダムエクシアと,あ,<ら>えとあとアストレアっていうあのマイナーなガンダムがあるんですけどそれと掛け合わせた感じで、えー、とドラゴン風なガンダムに仕上げてますこれ結構、えー、っと,ピクシブとかツイッターでも <laughs> リツイートもらえたので、まあ、そこそこ人気なのかにゃ、うんあの。エクシアがクローズで、その、こなんだっけ、あ、違う。そう、だ、これ、は、は、ダブルオーが。そうですね。そうそう後半の期待ですけれども、要は。ペットボトル、あ、フルボトル二本差しっていう特徴から、あの、太陽炉二個差しの。ダブルオーっていうところから、あの、組み合わせたんですけれども、<laughs> 偶然、音楽が、かわいい。<laughs> ケンジさん、ああそうです。という共通項もあるし、教え守るの映画で、あと世界もなんやかんやあって三分割されてるっていうところが、ああどでもそう,いそうで三つともいえでしたよね。そういったところであのイメージがあったもので試したら意外にあったという。なるほど。で逆算でエクシアは一本雑誌なので一本雑誌のビルド、あビルじゃ一本雑誌のクローズと合わせたと。太陽炉が一つしかないと。 でそれにプラスアルファコアファイターくっつけるっていうなんかドラゴンがくっつくじゃないですかソースってそれに合わせてコアファイターがくっついて背中からもやーんこう胸のパネルがくるリムックを、えー、と入れ込んでおりますんこんな感じでいろいろ僕なりに考えて、うん、あの仮面ライダーのコスプレにならないように、うん、あのその世界観に合ったデザインを落とし込むように心がけています、うん、このエグゼイドは変形するんですかこれはもう本当に、SD、ガンダムっぽい体型から手足を伸縮して まあ、あのレベル2になるというようなデザインに仕上がっていてます。で、ガシャットのデザインがレイハントンコード <laughs> あの、ほら、乗るときピシュって出てくる。やだレイハントンコードあ。あんな感じで多分え、ヘルメスの設計図のデータが入ってるんじゃないかということで、刺すといろいろなんとかパックが飛んできてドッキングするっていう。まあ、今回は基本的に主役ライダーだけなので、バリエーション機体が。で、これ出すことによって、はいあ、これいいですねって言ってくれたものの統計を取って、一番。 受けそうなのを次の新刊にしようかなみたいなこれはなんだっけ仮面ライダーポッピーがなんだっけあれになるんじゃないですかポッピーあポッピー多分アルケインかポッピーがアルケインにな,な,かなもしくはまあ他ですかねいろいろ考えちゃえるんですけどねエグゼイトなんかシ主クライダーだけで今回はなんだっけなああリツイート率だとガイム×ガイムとビルドファイターズがバカみたいに本当ですか人気だったので,ああああでこれですかわかりますこれあのフルーツの代わりにあ,あボールですね、まあ、これしかボール丸いからっていうんでこれ被せて えーとビルドストライクガンダムが武者ガンダムライクに変形するっていうデザインをこれ結構僕の中でもできた傑作だなんて思って新マ版,版でやったらそれらにあの人気があったみたいなすごいじゃないですかや俺普通に武者ガンダムかと思ってたら、ね、ビルドストライクガンダムな,、うん、なんかあのビルドストライクって光るクリアーパーツがついてるじゃはいではい、はい、あと 元がストライクガンダムなので多分見る人が見ればああっていう風になるほどでカトキはじめの武者ガンダムの衣装をちょっとスタイリッシュあの肩のバーみたいなやつですねそうそうそういうのを入れて武者ガンダムっぽくやったのでこれはちょっと立体で欲しいから誰かプラン作ってって感じですけどまたこれ作った人に頼んでみようかなと思いますけどこれをなるほどあとは平成2期の来大会にもアマゾンズ今度映画やるアマですねアマゾンズ もあの掲載しておりますのでこ、これは陸戦型ガンダムですか？そうです。えっ、ー、とね緑の方が陸戦型ガンダム、アレックス七十九 G で、ね、はいはいはい。で隣がブルーディスティニーのあのデザインを元にしたアマゾンネオとなっています。で多分アマゾン細胞ではなくアマザムっていうそシステムをこの、ね、エグザムならぬアマザム。<laughs> <laughs> で多分あの東南アジア戦線で <laughs>、はい、こう連邦だかジオンがこう逃げ出したこうはい、はい、逃げ出してしまったアマザム搭載ガンダム。アマザム搭載ガンダム。あアマザム搭載 MS をこう買ってくれてるんじゃないかというああもう全部イフネだった。ありね両腕にあのヒートサーベル持ってる。持ってたやつ水陸両用とかもこうアマゾンっぽくやったやつ、えー。なるほどモ。モグラモグラ Amazon なんかは多分アッガイでやろうかなと思ってますけど、これも人気あ本来ならこれ冬込みで出そうかなと思ったんですけど、これ以外ってクジョハンしかいないんでジムばっかりになっちゃうとちょっと売れないという感じ合いそうなので、もう人気のビルドと合わせて。 売ってるというこれも売るための散んですでもジムは楽しそうですね例もば指,、うん、指揮官機とかあとスナイパーもいたし格闘のお姉ちゃんもいたのでそれを含めてジムでこういうの、うん、楽しそうですけど確かに売れなさそうですねそうち,ょちょっとセンチレルが思った後 <laughs> 売れなかったのやっぱり <laughs>、うん、あまりにもクローすぎてなんか どう,だろう話しかけてくれる人はすごいもう熱く語ってくれるけど <laughs> やっぱ年配の方が多くてで<ー>若い方は「かっこいい」って言うけど「かっこいい」止まりで買わないっていうなるほどかっこいいかっこいいって目の前で言ってくれる人ほ買ってくれないっていうコミケの謎理論がありますああなるほど気持ちは伝わるけれども関係はちょっとコミケで自分の本を初めて売るからそういうのが予想できそうだそうなんですよあでこれが、えーとあのー、ジンさんですね赤い。 <エ> e、G になっても<ー>元は同じあのさっきのオメガと同じ陸戦型ガンダム準拠なんですけれどもあの戦っていくうちに改造されていくじゃないですかあれ,もれベルトがもううまくかかったね<笑><笑><笑>ちゃんとーサーベルを2本刺して真ん中<ー>なんだろう なんかセンサーが何かなのかな、あれ変身アイテムなんか、ああなんか変身アイテムというのもおかしいかな、ウィンチつけたりとかして、それっぽくしてる昔、コンドラーって言われたやつ、ね、<laughs> ここ今、アマゾンドライバーになってるやつですね。<laughs> でも、これ、本当にモビルスーツでこんなのありそうじゃないですか,、ね、かまあそれを心がけて、なんだろう、うん、やっぱアマゾンのイメージが陸戦で戦うガンダムゆえに、泥臭い戦いが似合うとしたら、やっぱ、こういう08正体とかの世界かなと思って、意外にハマったんで、自分でもびっくりみたいな。<laughs> なるほどで赤いのがあの陸戦型ガンダム白アマダのガンダムは後に EG8 に改造されるんですよろ覚したザクとかの装甲を使って、はい、それなので多分ジンさんも一生懸命頑張って頑張って頑張って戦って改造して改造して凶悪なガンダムになったということで <laughs> この EG8 アマゾンアルファなるほど。のあ最終的にアップさらすと戦って、はいはい、恋に落ちて<ー>落ち生まれるのが。 ブルーディスニーみたいなこう、なるほど今、ぼんやりとかないで、まだそういうことなんですね。ていうふうにやるなアップサラスの形からして、あ、クラーク・アマゾンになるそうしれないなみたいなね。というストーリーまで含めてやって、そう、ああ、なるほどね。多分映画版とか子供が出ますからね。してっと相変わらずとは。誰も理解されないという話すみません、まあ、そうです、俺の合いのビームサーベル温泉。そう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 。まあ、ちゃんと手にビームサーベルつけてますんでね、みたいな。これで温泉やるのか、まあ。 酔っ,払い酔っ払って暴走してエッチしちゃうのかよくわかりません僕これいろいろ資料を送ってもらって、うん、やっぱ面白かったのが「この仮面ライダーゴースト」なんですけどこれがなんと「クロスボーンガンダム<の>ファントム」わかります長谷川雄一先生の、はい、ちょっと前まで「ガンダムエース」で連載されてた緑のやつですよねでもでもまだ今シリーズ続いてるそうなんですああ、はい、あれ <laughs>、ね、ちゃんと読んでましたよ <laughs> 今「クロスボーンガンダムゴースト」なんたらかんだら、ね、そんなあんまりうわっ もう最もマイナー <laughs> いや,いや,かやっぱ『仮面ライダーゴースト』に合わせるとしたらゴーストたまたまあ思い立ったあゴーストか」ってね、まあ、ただ単に、ね「ゴースト」「ファントム」かな主役権は「ファントム」でこう例みたいなのを出すブワはい、はい、ーってこうそうい、はい、出すやつなんですけどそ,すそれにあのご先祖さんというか先輩 MS のクロスボーンガンダムがフルクロスっていうのを羽織ってましたよねはい、はい、その穴を羽織らせてパーカっぽく処理すると「はい、あ,あ,あ仮面ライダーゴーストになった」 俺すごいいっていう感じでシャー魂着るとサザビーっぽくなるのかちょっとありそうだなー手むれ魂とかこうやるととんでもないのができてくる <laughs> そありそうだないろいろその辺でバリエーション考えれば面白くなるかなと思ってただなんとなくゴーストの人気がどうなのか読めないのでこれ売って爆死すると嫌なので苦労した割には多分売れないかもしれないっていう<ー>ちょっと様子見て反応見ます。<laughs> 信長じゃないギレン魂で何かになるんですよ何になるのかわかりませんけどありそうですねでやったら面白いんじゃないかなコースはリスクありそうリスクがちょっとあるんですよねこれに関してはけど力作ですよ僕の中ではこれバリエーションを持ってたしですじゃあそんな感じですかねそんな感じいいですジュですもん今回語ること多いですからこんなのに時間割いてる場合じゃありませんじゃあちょっと二人にもえ良きところまで行ってもらってはい じゃあ最近ののスターーウォーズの話しま何か,かですねいや今もう絶賛公開中なわけですよ、はい、この「スター・ウォーズ最後のジェダイが」がこれが僕が見た中で一番こうププって吹き出してしまったコラボなんですけども確かに今こそ勝負の時になってるんですよ、ね、最後のジェダイが。<laughs> この8作目が一番大事みたいな感じですよね、うん、つまりそのフォースの覚醒でうまくいって、うん、じゃあもうちょっとねこの「スター・ウォーズ」を100年間のビジネスのするためにこれが一番大事みたいな感じになってますけども、うん、なんとこのフォースの覚醒が大炎上してるっていうじゃないですか、ね。<laughs> いやもうネットでくびっくりしましまた、うんえー 僕そのなんだっけ初日に見に行って、うん、であこれは結構面白いじゃんって思って帰ったらなんかネットが不穏な動きをしてて <laughs> 不穏というか俺も見た後歌丸見たらもう絶叫しててなんかですね<ー>ライブスター <laughs> 歌丸さんが ちょうど10時からやるやるつ土曜日10時からなんかタマフルでなんかもうすごくダメだったと嘆いてましたもんね特になんか普通のシーンが全然ダメだみたいなことを言ってるんですア、うんらん軍バカじゃねえのかみたいなそうそうアんらん軍がなんでそんなバカな作戦ばっかりやるんだ全部失敗するじゃないかと <laughs> <laughs> そうしかも映画的にもそのなんか普通のシーンケレミがあるシーンはいいんだけど普通のシーンとか全然ダメじゃないかと言ってるこ分かりました、うん、まあまあ確かに普通のシーンがちょっとあんまりなんかねこうフォースの覚醒ほど ちゃんと演出されてないやっていうのがあったんですけどそしたら町山さんが「最高だ」とこれは今までの伝統をぶち壊すパンクな映画だとそれで「歌丸派 VS 町山派」みたいな「スンニ派 VS くんニ派」みたいな「違うスンニ派 VS くんニ派」じゃなかったみたいなのがあるわけ何で町山さんこの写真なのよ いやなんかやっぱ優れた映画評論家コスプレするんだなと思ってだからあれですよきっとこれこの番組10時までっていうことなんですけどその10時からライムスター歌丸さんの「タンフリ」が始まるじゃないですか一番最初になんかこのねこの「歌丸派 vs 町山」のことを話すと思います絶対にでも俺は自分の評論に自信を持ってるからって言うと思いますがなんか ただこれはなんか別に歌丸さんと町山さんだけではなくて結構なんか世界的に起こってるらしくですねああ<ー>ちょっとこれアニメ忘れずつ,つまりこれ「ロッテントマト」っていうサイトがあるんですけど面白いですねこれねは,い、これはそのトマトメーターっていうのがありまして左側はそのロッテントマトが選んだ300人ぐらいのアメリカの論家で右側は誰でも投票できる その一般票みたいになってるんですよね。うん、これがかなり剥離してるとちょっと隠れちゃいましたけど、スター・ウォーズはまあ最後の時代は評論家は92%のまあいいねいいね賞、うん、でも一般は50%ぐらい。不思議ですね。<え>うん、ジャスティス・リーグとかなり対照的になってると。真逆ですよね。そうなんです。評論家が絶賛してファンがいで,でつまりこれはですねやっぱりそのやっぱり普通の一般客は。 おなじみの味を求めてたんですそれが最後の時代ではおなじみじゃなかったとあれっすかお約束を求めてたってことでいいんですかねうんちょっとね僕も僕結構良かった派なんでそこら辺実はよくどうでしたお二人は、うん、ちょっと中だるみがちょっと気になったんですけ確かにありまして、ね、でもねでも絵的ルックはすごいいいなと、うん、だから最後の白い

確かにでもカジのシーンはなんかちょっと寝ちゃいそうっていう人がいましたね,ですね <laughs> 僕は面白かったですけどなんだろうなんだろうな若い世代が無茶頑張るっていうところで僕はもう超評価してるんですよねなんそうそういう話でしたねレイ,レイちゃんもやばいと思いながらもうラストほら「ダこれ最高!」ってこう銃撃ってるシーンでもう「あ,あもういいやこん<ー>これで OK」みたいなレイちゃんの時代が来たみたいな感じで。 ああレイを可愛く撮ってないのはあのレイを演じてるですねレイジー・リドリーさんがちょっと太ったからだと思います。いやえよくなかったですか。良かったですよ良 <laughs> か,かった、ね。全俺めっちゃこう自立してて悩むには悩むけど、うん、あ私の先祖は関係なかった。そうなんですよ。でも関係ねえみたいなでダダダダダってやってるんで良かった。まあ急で悩むかもしれませんけどわかりませんけどあまあなんだっけまあなんだっけ、えー、ちょっと無理やりなコラボとかもあったんですけども。 多分みんなが感じるこれ,これがね何かですねいろいろ見てたら日産が「スター・ウォーズ」とコラボするとマジでで8台のこれは母車を作りましたつって1台はこれでいやそうそうマットマックスいたんです俺はねこれ,これ超いいじゃんって思ったんですみんなやりたがる確かにマットマックスと思ってでもでも,でもねこれなんかこのサイトの下に これはこの八代の車行動走れませんとかなるほど走れないだろうよ。なるほど。ポーダメロンキー車検は通してない。通すまあ全然ないじゃないですかこれ。ああでもねいや俺俺会社入ってこんな仕事とか任されたら最高だろうなって思った。作ってて楽しかったじゃん。これ現物である。と物ある馬鹿ですね最高じゃないですかこれ。いやいやこんな仕事したいなって思いましたね。楽しいですね。楽しいですね。 まあまあそんなのはあったんですけどみんなが感じる不満がまあいろいろあるらしいんですよやっぱり。うん、で最初は なんで宇宙で爆撃ってなんじゃいみたいなのがねあ,<ー>あるらしいです。それは思った。あ、今それこんな戦い方なんだ。んそ,うそうそう。ま、なんかつまりその最初にそのポーダメロンさんが X ウィングで大活躍して、うん、よしこれで砲台を全部潰したから爆撃するんだっ,つってこう爆撃が来たらなんか、うん、<の>トロトロトロそうそうトロ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 来たらせっかく砲台を潰したんだけども戦闘機は生き残ってたんで爆撃隊が全滅しそうみたいなやつなんですけども、うん、それもなんかミシダルのアジア人が大活 <laughs> なんかね。えー 活躍して爆撃の弾みたいなやつを落とすんですけどんじゃいみたいなことを言ってるんですか宇宙で重力とかあるのかあれ実際どうですか重力ってあるような世界要はバリアで囲ってるからこれはですねスター・ウォーズの世界ではあったんですあってそういうことですよねなんか確か帝国の逆襲にタイ・ボマーっていうのが出てきました確かにで爆撃をしてました落としてたんですかそうなんです あコクピットから投下できないっていうのはなんかもうそれフォースフィールドみたいなのが貼ってあるんですよ、うん、昔から「スター・ウォーズ」の世界でまあそ一応爆撃みたいなの活躍してるんですけれどもも,もともとスター・ウォーズってその第二次大この、うん、例えばこの「ファルコン号」のコクピットなんかは私これ b 1 7かなんかをイメージしてるって言ってましたし、うんうんうん その機銃もそうですよねこれは B20 いくつかだと思いますけどだ,だからこれ,これを考えるとこの爆撃機がわざわざ第二次大戦っぽい感じで爆撃するのは実は合ってる戦略上そうですよね大体、うん、戦闘機が突っ込んでいって急所ピょンって叩っているかつっていうのがパターンでしたもんね。 ところ、もうこれはミハルを連想した。あ <laughs> あ<ー>、ガンノタいるじゃねえかよ、ちゃんと反応してくれ俺の時に <laughs> <laughs> それはね、あの最初のガンダンは一応第二次大戦の戦いを一応イメージしてたからだとは思いますけどね。イシルロン養せいだ。あ、宇宙の銀河系全部好きなのの。で、あとはですね、あこれだこれだ。で、なんかだからこんなこう第二次大戦風の書いてる人がいますよ、ね。うんうんうん。うんう で、この最初のアジア人が一体誰かと思ったら、まあ、後で妹が出てくるわけですけど。すごい女芸人っぽいアジア人が大活躍をすると。オカリナか,かみたいな。<laughs> これ良かったですね。<laughs> いやいやなんだろう。<laughs> もうあ。金太郎、金太郎、確かに、確かに。<laughs> 金太郎は痩せたけど。このケリーマリートランは痩せてない。あ、お姉ちゃんタイプだった。あ俺もそう思う。俺もそう でこれこれは写真とかすごいですよね,ねこれ取材に来た女芸人みたいな感じがしますよねいい写真ですね,ねなんかいい顔俳ばっかじゃん。<laughs> 本当ですだけどやっぱみんな否定的なんですかローズにはっていうまあだから<ー>その今までの文句を言ってる不安は<ー>このケリー・マリー、まあ・ローズちゃんが第二のジャージャーピンクスだみたいなことに言ってるんですけどでもそこまでそんなこともないし腹いせにいじめてるようにしか思いませんがね なんだっけあの新ゴジラのあの人より英語上手いじゃないですか。なんだっけ石原さとみ石原さと本当最近忘れる。まあサポートします。ふたりいれば無敵ですよ。この人がファズマなの。そうですそうです。この背高い女の人はファズマです。ファズマもなんかね。いや出るいやこれは絶対3で出ますよ。3D ロケットパックを背負って出ますよきっと。どうしても。 <laughs> 絶対ロケットパック使用しおいます。心配だな。<laughs> そして何かに食われるんですよ。何に食われるのか。躍進しすぎなのかやっぱね。ねそっかそっか。顔面基乗してほしすごい、うん、そうですね。なんか町山さんはファズマにこう顔面基調されて、もうダメロンって言ってましたね。言ってましたね。バカですね。<laughs> まあ気持ちはわかるけど。<laughs> えそして、あとは、この最高指導者って、一回、一体何だったのか,か、うん。なんか、いかにも意味ありげに、顔のね、この左方法が削りしたりとか。うん、いかにも、すごい強い放送を使ってて、いかにもラスボスっぽい感じだったのに、ここで体調をすると。あ、今日ネタバレで考えしますって。<laughs> あ、ネタバレ OK なんだ。ネタバレで考えします。うん。この役やってたのが。そう、アンディーサーキス。ーーキスそうです。ええ <laughs>、うん。ダースなんたらが。 これなんだってなんか偉くネットで書かれてましたけど、はあ、なんかこれうわさではダース・プレイガスか、うん、そうですダース・シディアスの師匠の,、うん、のダース・プレイガスではないかと言われてたわけです、うんうん、なぜならダース・プレイガスがムーンっていう種族だったんですけども、うん、この人も異星人、うん、まあ人間ヒューマノイドじゃなくてそのヒューマノイドだけどもそのムーンっていう種族っぽい感じになってるから、うんうん、あでもん 何も言わずにもうそのまま死んじゃいましたもん。そうです。あこのこれが良かったですね。なんかね。まあマシコ寿司に死んじゃったのは惜しいと思いますけど、うん、まあそのそんな死に方でもいいかこんなやつだったらって感じですかね。でも多分 JJ エブラもさ、はい、絶対にこう三作目のボスにしようと思って出したんで。<laughs> ですよね。<laughs> そう、JJ、ええとかの思い思惑とライアンさんは変えたっていうことでちょっ全体会議でやっぱりちょっと。 最初、ちゃんと3作分の脚本があったんですけどもライアン・ジョンソンが監督するにあたってはちょっと俺に脚本を書かせてくれないじゃんやんないよって言ってライアン・ジョンソンが書いたと一応それはディズニーっていうかキャスリーン・ケネディにも j j ブラスも読ませてこれは面白いって言われてやったかあそしたらこれは死んじゃうと。ちゃんと打ち合わせの上でやったってうんなら何も文句言う必要ないですけどね。 計画の上でやったんだろうなところの感じですけど。だからいいですよね。やっ最初、もう,どう、当然、この人がボスになるのを。いや、そんな話じゃないからと。いうことにしたわけですよね。うん、もう古い、もう亡霊みんな死ねみたいな感じ。もうそうです。そうです。こっから、カ帰れんの時代じゃい、こじらせ系のやつ。のそういうシーンがありましたよね。いいところが、僕の中でも、ビーンと来て。うん、あれは。あれ,はね、あれですよ。内閣で総辞職ビームのシーンです。<laughs> そ,うそうそう、もう、いい、そんな昔の連中も。う若いのか、やる。だから、ついてきて。 ライアン・ジョンソンのダークサイドがものすごく快感見えるし <laughs> っていうことです、ね。ね この人の側近の赤いトルーパーの武器とか超かっこよくなかったね。しかも強いというねそこそこ戦ってたっていうアクションシーンもすごいああいうセンスはすごいいいですよねいや盾良かったっすは凄あれプレトリアンガードですねプレトリアンガードがみんな違う武器を持ってるあれ良かったあれなんかもうおもちゃとして売れますわね売れますね出してくれれば大人が買えますよ3つ揃えなきゃダメなんだぜなるほど 三人でしたっけ確か。三人なんかね、三人一組が二組ぐらい。そうそうそう。で六対二ぐらいの感じだった。セットでね、武器を変えることによって六つ出る。るそれが商売。あ中身全部女なのかな。ちょっとそれは夢が広がるな。そうなんですか。確かに確かに。そうか。アーマーを脱がすと女性のフィギュア廃棄されるとかね。確かにそれはそれは夢があけどもうあのシーンは僕はすごい立も良かったしレイちゃんの 心理描写とかも良かったし。あ、聞きま、ね、手段はあれですよ。なんかそのルークがカイロレーンと一緒に育てていた弟子が何人かついていたとかいうじゃないですか。あ、生き残ったのがいたってこと、ね。それがあえ、それがあれがロイヤルカードになるのかな。え、そ,そうなの？だってカイロレンが全滅だみたいな感じで言ってますしね。<laughs> そうなのかな。わかりませんけど。わかんないですね。 あとはそのアクバーティとかが地味に死ぬっていうのが、ね、<laughs> <laughs> 俺知ら、あ死んでたんだってなんか後で見て、あすごい地味に死んでましたね。<laughs> ううなんでこのおばハんがトップなんだと思ったらこの人死んでたんだ。アクバーティとか死んだ,んだって <laughs>。常連さんが完全に。でもねアクバーティ英雄なんだからちょっと見せ場をね、うん、こう出してほしいですよね。<laughs> やっぱ老害潰すぞって感じの話でしょ、ね。う<俺>そうそうそう。そ前作も時代の復讐時代の氷川もあんなに活躍したのに。うんいや。 うん知らないえどこで死んだのんそっかそっかだかあの病院戦とかと一緒にこう死んだのかななんかその同連なのにね、えー、みんなこれ怒ってる人いましたよいやもうそうでしょうねマジで怒ってスターウォーズファンなら舐めとんのかいきなりお前ブライト殺すなやみたいな感じ<ー><ー>特にローグワンではこのアクバーというとくと同じ種族のあの将軍が大活躍したじゃないですかモンカラーマリ、ねはいはい、種族、うん 多分頭のいい種族なんでしょうね、この人。なんの三本とかいう感じのかな。なんだっけ、このナマズっぽい感じだから。<laughs> <laughs> 宇宙空間での、こう三次元戦闘にすごくこう。そうそう、すごくこう、は、動力を発揮できるみたいな、なんか設定があるらしいんですよ。うん、けど、スターウォーズじゃ、あまり、銀英伝的な艦隊戦的な構想ってないか、ね。ですあ、恋なのかな、まあ恋とナマズっぽい感じ。あ、けど、まあまあ、惜しい人をなくしたということで。うん、でも、これに絡めて、なんか、今まで。 あんなにその着ぐるみエイリアンとかが活躍してたのに人間しか活躍しないじゃんって怒ってる人もいました確かにそうですね差別じゃんっつってるまたもや,またもや出てきたおばちゃんは綺麗なおばちゃんですよね触覚とかあればおとましたた <laughs> 綺麗な人だったあとは<う>、えー、この作戦がことごとく失敗すると。 どうなんでしょうね。安易に成功しなくてもいいと思いますけど、やっぱ失敗が、ね、連続しすぎてもあれなのか。うんまあ、これはちょっとね、俺はこう理由があると思うんですけど、うん、あとは、えー。ルークがものすごく頑固で怒りっぽい老人として描かれてて。うんうん、こんなのルークじゃないって思ってる人がいましたね。ねわか,かるけど、俺もあのー。うんはい、せあの、なだっけ、このセイバー。はライトセイバー。ライトセーバーイトセーバーを受け取って、ポイって捨てたのも飽<は>きた。 ああれま俺は新しいと思いましたねでもねこのマークハミルさんもねこんな一年間頑張ってダイエットして文句 <laughs> 言ってたって話ですね逆方に文句でしたそうそうルークってもともとそういうやつだったよそうそうそう俺もそんな気がするんです、うん、<laughs> そんな気がするんですよあとでもこの映画で良かったのはあのあのルークが あの、ミルクをの、ミルクにかけては一加減あるルークが、すごいミルクを飲んでたじゃないですか。あれが青いミルクだとしょういや、色はちょっと違うった,った色はその、だから、最初の新たなる希望でルークは、このブルーミルクって飲んでたんですよ。うん、れこれはですね、バンサっていう、なんか、あの、牛みたいなやつがいるじゃないですか。はいはい、でっかい、でっかいバッファローみたいな。はい、あれのミルクがブルーミルクと呼ばれてたんです<ー>で。それを美味しそうにこう飲んでたんですけど、なんと、この、 まあ、まあ、この、ね、この孤島の惑星では、こんなものすごい、ものすごいクリーチャーが、4つちぶさがあるクリーチャーに、ペットボトルみたいなのを押し付けて搾乳してるわけですよね。でそれをガブガブ飲んで、でそれをレイが、やだ、この人こんなの飲んでる、みたいな感じで、ドンしてる。いかったか超楽しかった。すごいよかったですね。<laughs> あのレイちゃんが弾くんだから、相当でしょう。そうなん、相当変なパン食ってたレイちゃんでそう、あのレイちゃんも、あのレイちゃん、あのコンビニ飯しか食ったことないんです。その宇宙のコンビニ飯。なるほど。よかったですね。生もの飲んでるのに引いたのかな。でも、これはもう完全にスターウォーズの伝統を踏まえた演出ですから。もう、今ルークはミルクにこだわりがある。 この記事は <laughs> なんだ？あ、これはこれはですね、カイロレンがカイロレンのミルク飲めばいいじゃんみたいなことを書いてるわけですね。<ー>カイロレンの裸が出てきましたから。<laughs> そ,うそうそう。つまりあれですよ、カイロレンが割と気軽に脱ぐっていうのがあります。なるほど。楽しいキャラらしいですね。えー、えー、すごかったですよね。うん、あのなんかほら、フォース通信みたいなのを教えたらいきなり裸でなんか電話したら裸だったみたいな。なるほどなるほど。 ああ、無視、まあ、畳できて良かったです、ね。ええー、よあれも、ちょっと良かったですよね。ねいい体してますもんね。はい、あ、元海兵隊なんで。うん、その、なんかもう胸筋が。すごいわけですよ <laughs> 何で,す <laughs> では、なん、なんで裸,裸で意味があるのかとか思うんですけど。あれサービスですよね。違まあ、あれじゃないですか。ちょっと。レンが、そのレイちゃんが。電話したら、裸でびっくりみたいな。あ、そうだ。狙ってるわけです。ああね、フォースで繋がってるんで見えるんだね。裸もね見えるわけ。見えるわけ。あ、はあ。 いや、よかった、よかった。あの辺も、なんか、お好きですけどね、なんか。フォースチャットってんですね。フォースチャット。嫌だ、なんか、なんか、ちょっときちゃいました。チンポ出してても、見えちゃうってことなんですか。まあ、あれじゃないですか。一応、こう、こうね、マスクも取ったし、ちょっと、この、蒸れるから。蒸れ、蒸れたら、もっと。マスクも取ったし、その、裸だから。その、本音で話し合えてるみたいなことを、一応、こう、伝えたかったんじゃないですか。演出的には。なるほどね。シャアのマスクと同じですね。 そうそうあそうそうそうアニメでましたねマスコそうですねマスコまああれは年老が言ってたのをマネしたんですけど確かにそうなるほどあのまあまあ伝わりますねあのシーンは良かったけあとはレイヤーが宇宙を飛ぶとあれすごかったですね僕僕絶対死ぬと思ってたからもう絶対死ぬ死ぬ詐欺で見てたからあ戻れたし死んでないみたいな感じでしたけど死ぬ死ぬ詐欺ああ レイも脱ぐのが筋だろうそうですね <laughs> だでもあれはレイはちゃんとねレイはそのまだあの時点では本音を言ってないっていうことだと思うんですよねでもカイロレーンは本音を言ってるからカイロレーンだけはたかであるということは自作でで脱ぐってことですまあまあまあ <laughs> エピソード九に夢見ときましょう。<laughs> うね、今のうちに。うん、まあ、あと、レイヤーが宇宙を飛ぶっていうのがあって。で、これはバルデメリーポピーズみたいだと。その海外のサイトでは言われていたんですが。えー、でも、僕らがどうしても想像してしまうのは、やっぱり江田島平八ですよね。<laughs> うねそうですね。江田島平八が宇宙で、こう平泳ぎをしている。すごい漫画があるわけですよ。<laughs> 大気圏突破中。もう、日もまた死。死ね。そう。浸透滅却すれば、日もまた涼しい。いや。 <laughs> 大突然いっちゃうっていう <laughs> 知ってる人少なそうだな <laughs> 男塾がこれねよかったですけまさかその12月にそのレイヤーを演じてるキャリー・筆ッシャーが死ぬとは思わなかったんでしょうね,うはね撮影終わってたのかそれとも、まあ、CG とかで撮影は全部終わってたのだからその次のエピソードないんで大活躍する予定だったのにっていうなるこちなっともう いつの間に死んでたって字幕で言じゃあそこがちょっと見どころの一つですよね。わかんないです全然。ああどうああけど C G で C G はもう使わないっつってましたね。無理無理そっくりさん。いやそれはいや全然わかんないですね。も中心人物で戻ってきちゃいました。そうですそうです。世代変わってないんですよね。エピソードエイトとナインの間に死ぬことになるんですかね。でもそれもちょっとね。ああどううん。 どうすかね。わかんないです。ちょっとそこは見どころですよ。やっぱり三回期から始まるエピソードない。三 <laughs> 回期から始まるエピソード。三 <laughs> 年、三年後。も,もエピソード8でスターウォーズファンが完全にはねても、エピソード9見ないから。ああ<ー>、いいんじゃないですか。これ,ね、これは大丈夫なんですよ。そうなんですか。はい こういうふうにこうガンガン文句言うファンっていうのは <laughs> いいお客さんなんだです <laughs> な <laughs> だからエピソード9不売っていうか,なんか不権運動みたいなのは絶対にしないんです,です、ね、彼らが今やろうとしてるのはあのクラウドファンディングのところにこう投書してエピソード8を晴天から外せ運動をしてるんです エピソードない見ない運動じゃないんです。そんな。我<う><ん>らがやってる、やってるのエピソード8晴天から発生運動であって、エピソードない見ない運動じゃないんです。<ー>歴史改ざんしたいんですね。だからすごいいいお客さん。<laughs> そうなんだもう盛り上がるだけみんな絶対にエピソードな9をいますそうそうそうエピソード8はもう一度作れると。あなるほどね、そういう方向に行くんだもうスターウォーズ未来運動じゃないんですだったらもうプリクエルからやり直しちゃいいじゃん俺も1,2,3う聖殿になってるでしょうあれ俺全然認めてないわあれあそうなんですかそれは顔面な不安じゃないですか俺プリクエル結構好きですだって怖いか 俺が文句言っても始まらな、ね、<laughs> い。えいえ。まあけど、うん、好きな点もあります。あのルーカス対ピープルズのコ、はい、メント欄見てたら、そのまずエピソード四五六のその CG で作り直したりとかして元の原版を捨てたとか言い出したルーカスとか、あ,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 ももあの辺ももう問題ですよね。<題>もういいよエディワン版でやっちゃおう全部みたいな。あ,あれエディワン版って最後のアナキンってへ。え ヘイデン・クリステンセンじゃないんですよねあれどうだったかないやエピソード4しか見てないですけどねそうエディー・ワン版っていうその編集のプロが編集し直した、うん、そのスターウォーズがあるんですよね、うん、改めて見たらやっぱすごかった、うん、気持ちよかっただから最初の、えー、新たなる希望のオビワンとダース・ベイダーとの戦いが、うん、結構同じ素材使ってんのにものすごい迫力になったりとかしてるん、ね、あ,<ー>あれ速さコントロールとかしてんですかねなんかすごいし,し,てはしてるビンもきれにピュ、うん、ーって出てピヤ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 っ たるいところがすごくご存知ですかね皆さん皆さんご存知ですか歌丸さんも褒めてましたう構図変えてるだ,えるだけなんだ構図って変えれるのあの素材で <laughs> ちょっとち,ちょっとこう角度を変えるみたいなそうなんですでいい、ね、あとはですねでまそういうふうにあんまり評判が、えー、悪い人は悪いんですけどでも僕はこの最後の時代は、うん、本質的にはこのスター・ウォーズのあのー 伝統をきっちりと踏まえてるとは思うんですけれどもしかし予想が外れたところも確かにありました、うん、俺結構こうるな,どだ死なななだ死かったっていう感じのね自,自爆する人とかよくいるじゃないですかまずですね「スター・ウォーズ」は基本的には父殺しの話なんですけど最初アナキンがえとまあ父みたいなやつを。 殺した、うん、しかし一方でこのエピソード4から6では父との和解が描かれたわけですよね、うんでえー、このエピソード7から9までは基本的にはカイロ・レンによる、えー、ハリソン・フォーハンソロの父殺しが描かれて、うん、でルークはどうなるかっつったらまあまあ合ってるかもしれないんですけどでもちょっと分かんないですよねエピソード9でどうなるかが。そうですね、はいでえー、あと、うん エピソード456と123は、うんえー、基本的にはリフレインみたいなな感じになってますジョセフ・キャンベルの「えー、英雄と輪廻」みたいなことを言って,てつまりそのルーカスがアメリカにおける新しい神話みたいなのを作ろうとして「生きて返りし物語」みたいな童貞じゃない人が、えー、旅に出てで恋と まあ童貞を捨てて父みたいなのを倒してで帰還するみたいな話の変形としてやったわけで,でえこれがエピソード1から3と4から6で基本的にはまあえちょっと引用みたいになってると。つまりこれはですねここれはは度度あることは3度あるるるとみたいなな感じになるわけですよそう予想してたんですがこれをしっかり外したのがまあ最後の時代みたいになってる。 見てる人は陰を踏んでほしいんですかねやっぱ父殺せみたいなそうじゃない気持ち悪いわってなるんですかね分かりきっていることだと思いますか456で父との和解が描かれたんで、うんえー、陰を踏んでほしいっていうよりも俺の見たかったスターウォーズじゃないっていうのが怒ってるじゃないですかあそっか、はい、理想があったんですねそうです何度もこのいつもこの話をしますよ俺は毎回しますよこの話をここが一番重要なんで <laughs> だからちゃんと機械の銃が出てきましたね <laughs> 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 ちゃんと出てきましたこれはこれは正解正解やっぱり出てきたそして2作目では2チーム分割になるこれも正解だったバッチ、えー、しかしですね師弟関係が中途半端であったと、えー、そうだね、うん、これはつまりですね師匠を背中におぶって 走るんじゃルークみたいなシーンがあるかと思ったら、それはマークハミルが、えー、インスタで冗談で投稿しただけだ。った <laughs> 期待しますよね。<laughs> あのジェダイの修行もレッスンツーまでだったと。つ<ー>はな、ね、い。本当だ、はい。すっかりマークハミルのインスタに騙されたっていうやつですよね。 修行戦でもスーパーサイヤ人になれる5本だったんですよ <laughs> そんな修行なんかいらないもんそうなんですか新世代は、うん、あとですね一応2チーム分割でもう一本のチームにはロマンスがあったけれども <laughs> ちょっと無理やり感のあるロマンスだったいですねストームトルーパームパが整備士にルそうですただでもまあ今考えてみるとるとあれもあれはあれでよかったんじゃないですか つまりあれって、うん、そのローズのお姉さんが、うん、ポーダメロンの命令で死んでしまったわけじゃないですか。ないっていうことで最後にこのローズちゃんがああ自,殺自殺的な英雄的な行為を止める。れうんという意味ですごいこうね まあちょっと指輪物語みたいな感じでこう,うまくこう落とし込んでいるけ,でけ,どけどあれで反乱軍は窮地に立たされたって文句言ってる人がいっぱいいましたよねローズのせいだってそで、ね、<laughs> 怖えっとそしたら僕らは感動できたのに「ローズの野郎」みたいな感じで掲げてるのでこれを23個見ましたね。えー 全然話が伝わってませんねだってあそこでハンナンク勝ってもしょうがねえじゃんみたいな少 <laughs> 数精鋭になっていかなきゃいけないんですよ革命っていうのはもう <laughs> そういう最後のあのシーンに出てきた四足歩行のマシーンあったじゃないですか、はい、あれ前回言ってたなんかアメリカ人がゴリラ好きって出てたやつあれ超かっこいいな,なかゴリラのタイプでか。

まあゾイドの方がかっこいいけどさままああでもあれをあそこにあのタイプに落とし込んだデザインセンスすごいなっっ、うん、すごいす、ね、進化の一つじゃないですかんかデザインすごく今回いいじゃないですか、うんいいですね、全体でいいですねなんか全翼機タイプのメガスターデストロイヤーとかですあのゴリラが降下するシーンとか超見たかったけどなんかいつの間か地面についててちょっとかっこ どうやってろすではクローンの攻撃にはありましね。いやそのいやプリークエルですよ「ウィローさんが嫌いな」「ウいローさんが嫌いなプリークエルにはほらアンラングじゃねえや共和国軍のハインドみたいなヘリみたいなやつがあるじゃないですかあれの後ろだけ搭載タイプになったやつがあってこう来てその 降ろすやつがあるんですよ。そうなんだ。ごめんなんかちょっとあれあれレゴがレゴで五万ぐらいで売ってる。ちょっとね俺かすごくいいメカなんで買おうかどうか迷ったんですけどでも五万かと五万はちょっと考えたことですね家庭持ちには。その最初に虫みたいなこの ATAT が出てきたんですよプリクエルであれを後ろにこう搭載してるやつがあってすごくかっこいいんですけどでも全然売れないらしくてやっぱ五万。感覚の五万。 ATAT AT よりでかいから同じキャリア扱いえないじゃあ本当にどうやって下ろしたか謎ですね、うんうん、う興味あるなと思って <laughs> まあまあ回廊錬もまさかいるとは思わなかったのでちょっとびっくりしました、ね、うですか前線本当好きだな行くのみたいな <laughs> あ確かに、うん、わざわざ行かんでもねあの、うん、小物に任しとけじゃんあんなもう、まあのあだからあの時の回レンとしてはもう自分を裏切ったレイをどうしても殺した。うん <laughs> という感感じで降りりてきたたがありましレイどこにいるか分かってなかった逃げたと思ってたのか,なんかレイもいつの間にかねあそこにあそこら辺にいるだろうと思ったん,いですんいや多分歌丸さんが言ったらそういうことですよなんか大事なシーンがちょっとちょろちょろ出てき 2>, <laughs>、まあね、2時間半もあってみんなトイレに行くのにみんなトイレに行くほどの長さなのにちょいちょい大事なシーンが出てきて、ね、しょうがないあとは右腕を切断されなかった そう,あそうですねやるのかなけどちょっとむごいか<ー>、うん、いやこれはわざと外したんじゃないですかまあ,あイニシエーションみたいないやだってこれ本当だったらまあレイとレンカイロレンが戦ってうん、うん、あそこで本当は右腕を落とさなきゃいけないわけカイロレンがぴょってやられちゃうかなと思ったけど、うん、そうでもなかったのでいやあの2人でこう 一つのライトセーバーをこう取り合うとか。あそこで爆発したときに右手がッって二人とも手が吹っ飛ぶと俺は思ったんだな。みんななんか全然五体満足であれって思いや。期待しすぎるからじゃないですか。お姉さんがディズニー配給だからですか。もしかしたらね。ディズニーは右腕切断を許さないんですか。なんとなくディズニーだから。そうなのかな。レーティングわかんないですけどね。 いやでも、レーティングはね、別に最初の「スター・ウォーズ」もレーティング的にはね、全然、いいアイデアだなって、褒めててくれる本当に、確かに、うん、その方がなんか、お互いの痛みを抱えながら2人でカットしていくエピソード、にけばあと20年経ったら、多分 CG でせいやが切られることに、特別演でないよ、特別演で。いやうか 多分百本かはこんなの考えてると思います。そう二人同じ痛みがあると、二人の気持ちの共有とかがあったりなんかしてなんか、ね。基本的にはあそこで右腕をねこう落とされると思うんですけど、まあなんか意味があるのかもしれないです。まあまあ、であとは、えー、新しいフェットが出てこなかった。そうだ。ね、フェットがファズマの立ち位置とかいうわけではないんですか。そういうことなんじゃないですか。まあ、でもねそんなねあの。<laughs> んなフェットがいるんだ。 スレーブスリーとか出てこなかったしね。ああ、定番のね。俺絶対出てくると思ったら出てこなかった。もう古いんですよ。古いのかな。バケットとか。わかんないです。古いのかな。なんだろう。古いファンを落とそうとしてるとしか思えなかったですけどね。え、それでみんな不満らしいんですよ。なんかその。ここまでやっちゃうとどうなんだろうっていうのは確かに。ファンが不満。それが不満らしいです。そうか。定番崩しというかね。え、そう。お約束をある程度外しているんですが。しかし。 しかしですよししかし僕が最後の時代は面白かったですしなかなか、ね、意味があると思いますあ左足って女フェットのことに、ね、<laughs> 女フェット受けると。<laughs> というのはこれはですねルークっていうのがルーカスだと考えればすごくぴったりしてる話じゃないですか。<ー> もともと最初の「スター・ウォーズ」っていうのはこの二重太陽を砂漠の惑星で見上げながらばんとか銀河の中心地に行って一旗あげたいって考えるループの話だったと。これはそうですアメリカのモデストっていう田舎町でなんとかこう俺もこう都会に行ってロサンゼルスみたいな都会に行って一旗あげてやるんだと考えるルーカスだというのはすごく有名な話ですよね。 和解するルーカスのの夢をこうね表していいではないかと本当に和解したかどうか分かんないですけどもまあ映画の中では自分の夢を叶えるんだというものだと言われてましたしそしてこのどんどんですねこうビッグになって悪に染まっていくアナ・キンはルーカスフィルムで成功したんだけれどもどんどん自分の作品を都合のいいように作り直したりとか。 どんどんプロデューサーとしてアコーギーに稼いでいくルーカスを表してるんじゃないかと言われてましたね。うん、そしてルーカスはルーカス・フィーヌを売却した理由をこう語っています。<明>「スター・ウォーズを作るのが以前ほど楽しくなくなったから」「<laughs> 映画を撮っても受けるのは批判ばかり」「なんでプリークエルがあんなになったんだ」みたいな、うん、そして「スター・ウォーズがあまりにも巨大なコンテンツになりすぎて自分が判断する前に周囲の人間がどうすべきか決めようとすると。 それでは実験も何もできないのでまあちょっともう「スター・ウォーズ」は俺の手から離れようと。最初言っていたんですが、うん、しかしその後のインタビューでちょっと後悔するような発言も言ってます。なんであなたちょっとこれが多分本音なんだと思うんですけど本当は新身三部作を自分でやろうと思ったんだけれども、うん、それはディズニーに却下されたと。 でエピソード5や6の帝国の逆襲とか「ジェダイの機関のように制作組織で関わって監督は誰かに任すんだけどもやろうとしたんだけどもえそれも却下されたしディズニーはファンのための映画を求めてるとでこのままかかって,はかかっていっては自身がトラブルの原因になると感じてえ道を渡すことにしたとでも「スター・ウォーズ」は自分にとっての子供と同じなんでこれはちょっと別理みたいなものだと思ってると。 奴隷商人に売っちゃったんじゃないか。これは結構ニュースになりましたよね。だ <laughs> <う>、ね、けどまあ言ってもすごくわかりますよ、ね。まさにその通りだと思いますよ。そうなんですよ。ディズニーみたいな奴隷少年に自分の子供を売ってしまったんじゃないかと。で、これは謝罪してますよね。ちょっと言い過ぎたと。しかしこれはつまりルーカスの心の中には葛藤があるわけです。そしてこの 売却劇で傷ついた結果ディズニーそのルーカスは引きこもってしまったわけですよね。うん、その新進産部作には全然関わってないし、うんえー、ちょっと見て良かったとか悪かったとかちょっと言うだけな感じ。退、うん、したルーカスってこの孤島にンンしたルークと同じじゃないですか確かにねつまりこの映画におけるルークっていうのは、うん、ジェイジェイエブラムスとかライアン・ジョンソンから見たルーカスみたいなもんなんです そう考えるともうぴったりです。スターウォーズマスターですけどね。いやこの、えー、新三部作にはルーカスどこ全然関わってないんですよ、えー。このですねルークとあごめんなさいちょっとはルークとですねレイの指定関係っていうのはライアンジョンソンもしくは J.J. ムラブスとルーカスの指定関係みたいな感じじゃないですか。つまり きちんと映画のその技術とかをきちっと教わったわけじゃないけれどもしかしとは受けたと映画を見て、えー、だからジェイ・エブラムスもライアン・フィリップスも子供の頃「スター・ウォーズ」を見てすごく面白かったんで映画監督を目指したしこのスター新進三部作を作る上でも、えー、昔の映画を見た気持ちを大切にして作ってると。 そういえばルーカスもその黒沢明に薫陶を受けたみたいな感じで言ってましたよね。引用多いですもんねそれを考えるとですねあのレイちゃんがあのこの孤島に潜ってでこの孤島の地下にはダークサイドがあるといって <laughs> 自分のダークサイドを見るシーンがあるじゃないですか。うん、そこででまるで これはブルース・リーの引用では絶対にないんですけれどもその鏡みたいなところに手をつけるとそのどこまでもどこまでもその自分が続いていくっていうのがあるじゃないですか。あれはどこまでもどこまでも自分しかいないんで倒れる人が誰もいないし先祖に時代に関わる人は誰もいないみたいなことを踏まえてますよね。だかかららああれがあるからその後そのカイロレンに お前の親父はただの人間だってもう知ってるだろうって言われて、うんえー、それが別にちゃんと突然じゃなくて、うん、一応まあ納得できるというシーンになってます。うんうん、それは帝国の役衆で学生だゴバでルークが、えー、修行してる時に一番のダークサイドとしてそのダース・ベイダーの中に自分を見るっていうのと、まあ、対になってるわけですよね。なるほどえか。 それでですね、まああと「カイロ・オレルのダークサイドはさっき言ったように内閣総辞職ビームだったわけですけど, <laughs> ど、ね、<laughs> もうまとめて潰しちまえみたいな内閣総辞職ビームでよっしゃ俺たちの天下じゃーみたいないや本当の内閣やん当によく見たら俺信号字で来るかと思ったら <laughs> 内閣総辞職ビームなわけですあ ああそうかだから俺もなんかスカッとしたのかななんこれはライアン・ジョンソンどっちもライアン・ジョンソンの中にあるダークサイドだと思いますよっていうまあこれちょっともうね昔の「スター・ウォーズ」に関わる人は全員。 いなくなってほしいなぜなら俺が新しいのを作るのかなっていうのとあとこの新しいスターオーズを使う作る上で頼れる人誰もいないんだっていう両方がまあ込められてますよね与党も野党もどっちも両成はされてますからね両成はされてますね <laughs> コクピット狙い撃ちとかって一番ひどいですよね<ー> <laughs> ひどいですね ええー、みたいな。<laughs> まあ、なんか、なんかスカッとしたのやっぱ時代なのかな、俺は。偉い人たち本当ムカつくからね <laughs>。そう考えるとですね、<laughs> 最後に、その。ルークが最大のマインドトリックを仕掛けるじゃないですか。ああ、ね、これ<の>。もともと時代はマインドトリックが、ええー、当時で。意思の弱い。キャラクターの、うん、そのごまかす、ごまかすっていうか、うん、その意思を操るとか。フォースで。 チャットができるというのがあったんですけども、うん、まあ最後の最後に、えー、最大のマインドトリックを仕掛けて、えー、ルークはその疲労で死んでしまったというんですがしかし、これはですねつまりこれは映画っていうわけですよ最大の映画っていう幻想を見せてルーカスさんは引退しましたねっていう話なんです。<laughs> きれいにま,とめますねなでそうですよ、ま、さに だから多分、うん、ルーカスはこの後新作作らないんじゃないんですか？あいやあ<ー>どうどうなんですかね、うん、もうまあいいとしたもんなえ<っ>そう考えると最高の時代もう最高の映画に思えてきませんか？うん <laughs> <laughs> よく考えられてんじゃんって思うわけです。だけどまあその説を解いたのはマクガイヤさんが初めてなわけですよね。まあでもね俺町山さんもちゃんとそれまのは気づい、これね町山さんもう年をもう本当は気づいてると思うんですけど、言う言うタイミングが俺の方が早かった。謙遜戦謙遜戦でもいい。よかった今日。これこれ YouTube に上げて。YouTube で。y 早早く。早く早くすぐ上げてやれる前に。誰か絶対に言う絶対これは。 これは俺以外も絶対考えてるもう早いもの勝ちだよ早勝 <laughs> ただちょっとあんまりこうみんな言ってないかなっていうのはこのホルド中将とかレイヤーはキャスリン・ケネディである説ですねあっこれはルーカス・ウィルムの、まあ、最会長なんですよあ,あ今の会長かでまあルーカスも一応会長にはなってるんですけど、うん、実質的に えー、このスター・ウォーズのトップはキャスリン・ケネディな現場を仕切る方かな。いや現場じゃないですい全部ですか。あのですねこっち側はローラあこっちかこっち側はローラ・ダーンでこっちが本物。なるほど。で二人ともエリーに乗ってるんです。エリーじゃないル。あエルル。スター・ウォーズっていうの女性の。 采配でいろいろ決まってるわけなんですね。ああそうです。なるほどそ。そうです、今の,今の新進三部作が女性の再配、女性がトップな。もう動なんです。<れ>るほど。ホールド将軍と。そうですそうです。で、それでですね、えー、この新しいルーカースフィルムって結構ごたごたがあるわけですよ。 <laughs> <ら>まずですね、うん、まずジョシュ・トランクっていうそのクロニクルとか撮ってで「うん、ファンタスティック・フォー」で名を落とした監督に、うん、ボーアフェットのスピンオフを取らそうとしたんですけどもこれがですね「ファンタスティック・フォー」があんまり評判良くないっていうのを見るとこ,のこれをを企画を発表する前にししましたそして去年の「えー、ローグ・ワン」はですねギャレス・エドワーズっていう「ゴジラ」で。えーうん その名を挙げたた監督に取ららせよようとしたらそコメントの通りですよねあんまりよくなかったんで4割を別の、まあ、監督っぽい人に、まあ、脚本っていうクレジットされてますけども、えー、再編集させたと再,再撮影と再編集させたとであとこの「ハンソロ」のスピンオフを来年5月ぐらいにやるらしいんですけどもあでもこれ「インフィニティ・ウォー」と完全にかぶりますねそういえば。6月かあじゃあ「インフィニティ・ウォー」の後なんですね。 これをですねレゴムービーとか『21ジャンプストリート』で名を挙げたあのコンビ監督に任そうとしたんですけど、うんえー、クリス・ミラーと何だっけ <laughs>、まあ、そしたらですねもうすごく『21ジャンプストリート』みたいなフィ,ルローズフィル・ローズとクリス・ミラーに任そうとしたら、うん、最高の映画になるやんとうんすごく、ね、若者が。 若者がアホなことするハンソロ・レイガーになるやんと思ったら、ああそううで,、ね、でそれしたらねキャスリン・ケレディのおめがに変わったらかながらなかったらしくて、ああああえ監督を交代したしかもロン・ハワードにかん<う>交代した。びっくりした。なんか劇場で予告いっぱいあるじゃないですか。はい、でハンソロのやつもやってて、ロン・ハワードが出てきて、なんか僕が撮った映画見てねみたいなの出てきて、うん、ガリガリにやつってたロン・ハワードが出てきて。<laughs> ガリガリにやった、なんだこれっていう。いつの間にみたいな。ね、いつの間にですよ、本当に。うん なんか交番が発表されたなんかすぐ数日後ぐらいにヨンハートがやりますと。あ,あとは「スター・ウォーズ・エピソード9は」はあのー、コリン・トレボロですね「ジュラシック・ワールド」を監督したコリン・トレボロに任そうとしたら撮影前に交番させたあらお。で J.J. ブラムスが戻,戻った。戻った。へえ<ー>。つまりみんなキャスリン・ケネディのお目がえにかなわなかったわけです。つまりこれはですね 『このジェダイの復讐』の中でポー・ダメロンがいろいろ無茶なことをするじゃないですか最初にそれでレイヤーにビンタとかされるわけですよそしてキャスリン・ケネディンも降格よとか言われるわけですようん、うん、これって若手監督が交代とか解雇されたのをライアン・ジョーソーはきっと横目で見てたと思うんですよねああ<ー> <laughs> どう<何>だって同じ同じ時期に作ってるから <laughs> 見てたんですねああライアン・ジョーソーが <laughs>。 俺はくやうま<ー>くやらなきゃっていうのと同時に <laughs> あやっぱり反乱軍が反乱軍がその上の指示に従わないとこういうことが起こるんだと思って <laughs> えこの映画の中に研い入れたんじゃないかと僕は思いますちゃんとそれがメタなってます。<laughs> <laughs> ちゃんとでその結果ポーダメロンが指導者として成長するって話になったじゃないですか。<ー>でそれを見てあ俺はこういうことをうまくやるぞって <laughs> ライアンジョンソンは頑張った結果次の新新新三武座を任されることになったわけです。うん、おお。次映画の通りじゃないですか。<laughs> 本当だ。次のね次のリーダーはポーダメロン、ね。そう。次のリーダーはポーダメロンでありライアンジョンソンであるわけですよ ごく<ー>だかちゃんと認められてましたしね、最後にね。だからちょっとビンタするの分かりますよ、つまり、あんたのせいで反乱軍がいっぱい無駄死にしたじゃない、映画受けなかったのよた、あんたのせいでルーカス・フィルムのお金がどんどんなくなるなよって分 <laughs> かってんのみたいな、<laughs> <う>売れる秘策を私は知ってるのよどうなるか分からないけどねみたいな。<laughs> そうね、すごく,すすごく、ね、こう,うまく反映してるじゃないですかルーカスリーの現状をあの辺、なんか生々しいなと思ったらその辺があるのかなそだ,から,だから彼らが失敗するのはちゃんと理由もありえるしすごくまどろっこしいことに見えるけどそれは今、起こっている現実をちゃんと映画に生かさないと真剣に作れないっていうことでもあるんですよ。<laughs> 勉強 やっぱ意見もなんか割れてるなそうなんです良 <laughs> かったっす、ね、そのなんか交番された理由とか出てるんですかああのねあのだからバンドみたいなやつですよ音楽上の意見の相違みたいな音声 <laughs> の意見の相違っていう,そう,そう,そう創作上の意見の相違みたいなやつ。俺も同人誌の意見の相違でねいろいろあったんですけどね <laughs> みたいな、ね <laughs> <laughs> ね、俺はこんななガンダムきたくっって言っただけキャっっ、ね、<laughs> スリーン・ケネディはあのスピルバーグの1941 19ってあったじゃないですか、うん、あそこになんかアシスタントプロデューサーみたいなふうに入ってでずっとルーカスとかスピルバーグの,あのプロデューサーとか、まあ、アシスタントプロデューサーとかやってたんですよね、うん、だから全然現場経験はないなるほどっていうのもすごくぴったりですよね なんかつまりポー・ダメロンは現場の英雄なんだけれどもうん、うん、ホルトド中将は現場で戦っていないみたいないろいろお金の算段考えなきゃいけない人ですからなそうですか、ね、らね。いやー、まあそんな感じで、えー、あと,あとまあ最後良かったのはその馬小屋から見上げる宇宙で終わるシーンであれ,あれね、はい、あれ,、はい、あれ俺さ何だっけホうき浮いたよなと思ってたけど分、ね、かんなくてあれ浮いた あ、浮いてたらいいなと思って本当に浮いてたらしいですねあれ。フォースやっぱりあるって。もう一やっぱあの子はフォースがフォースの持ち主だったから。結構なんかやけに不自然に浮いてたとか。え、ちょっともう一回見なきゃな。そうなんえ、見逃したんです。見逃す。それが知ってた知らない人とちょっと違いますよ。感じ方がみたいな。え、じゃあやっぱりあの子がそのライアンジョンソンが監督する新新新三部作の主人公にあるんですかね。そういうことかも。でもそれってすごく強ざめじゃないですか。ああ、うん。けどまあまあなんだろう。やっぱり若い世代が出てくんだの時代と違う。 新しい何かしらのジェダイの代わりになる選手たちが出てくる。あ,あ、やっぱみんな気づいてる人もいるんですよ。浮いてたよ。ブログ見て。てあ、やっぱ浮いてたよな。あれ。<laughs> 喜んじゃう。いやいや,や。だから、もう新しい時代が来るな。とう感じしそ,うそうそうそう。そういうやつ。だし、もうほら、これ。<laughs> キリストが馬小屋で生まれたみた生まれたたみいな踏えてるしだからローズたちは無駄にカジノに行ったわけではなかったんで新しいねこう火がねそ,そこで燃えるという点であの無駄なカジノのシーンは必要だったのかもしれないですね,ね俺あのカジノのシーン眠いっていうのもそうなんですけど<い>あの変な馬に乗るシーンがあるじゃないですかあれちょっと <laughs> あれはなんか俺もななんかよく見るやつをまたやられた,なみたいな感じで多分ほらグリーンバックのスタジオで、うん、なんかあの。 すごい腰の腰の運動するやつあるじゃないですか。なんか馬のやつ。あれみたいに乗ってる感がすごい見えるんですよね。そうですね。なんかね、すごいグリーンスタジオで頑張ってる感がすごい見えて、なんかあそこらへんちょっと C.G. のね使い方のあの辺のドタマトちょっと子供っぽいなと思いましたけど、これあれ J.J. ブラーだったらやらなかった。もうちょっと短くできたと思う。し、なんかね、もうちょっとその。 うまくこう CG を使わない感じでやらないと<ー>。<laughs> 武器商人たたたちを懲らしめいいみあそうそうだってもうあの大戦争の人にすんげえ贅沢なセレブな連中いるんだってところ金持ち全部死ね感が伝わってこあそこにビーム直撃しねえかなと思いながら見てましたけどね意外に特に壊れずみたいなそうなんですねあそうですね SF っぽくないただのあそこにんだっけその 3D チェスがあればよかったでかね本当はねそういうところに入れるとファンも喜ぶんですね 3D チェスのでっかいやつがあってみんなドラクエのカジノみたいにかけるみたいなのが食れば見かったでうよねながあれば本当なるほどなるほどそれあ特別編でつきます特別20年後の特別編ですけどデルトロの意味そうですねデルトロそうなん俺俺俺絶対反乱軍の中に一人絶対素上手のハッカーいると思うんですけどね募集すれば一人ぐらい出てくるんじゃないですかもしくはあのローズ自体がすごいもうすごい答え こうハッキングできる子で<ー>でも整備士として実力自信がないからやってたみたいな感じでやってくれればなんか楽しいなと思ったら確かにデルトロの無駄遣い感が半端なかったですね美味しい役でもなかった特に、うん、ただ裏切ったおじさんって感じですもんねでもなんか3で出そうな気がするんですけど、ね、なんとなく出てもいいと思いますけどなんかでもランドっぽい人を出したかった感はねすごくありますして ででまた失敗ってこと何ンにちょっと期待しましょうでも何ンに出ない気もするけどな分かんないですねまあ何位ね、うん、まあまあどうなるんでしょうね、うん、ってところでなんかあの半ソロみたいな気の利いたジョークを言う人も全然いなかったじゃないですか,かデブら眠気のりが言ってくれるのかなと思ったら皮肉屋さんとかね <laughs> なんか「I have a bad feeling about this」みたいなもうほら言わないじゃないですかその嫌な予感がでそれを多分ねスワインに言われた監督が「いやあれは BBA とか言ってんだよ」みたいなことをすごく適当な返しをしてたのがすごくよくあれはみんな気づかなかったと思うんだけど BBA とか R2D2 が言ってんだよと粋なこと言ってたんですいやいやいやもう半切れで言ってたの俺がやりたらそういうことやねんって半切れで言ってたんだと思います でも BBA の活躍すごかったですそう t んですそうなんですそうなんっていうすごいですよねあれはねきっと時代の悲観で a t s t を中学が操縦したじゃないですかあれを踏まえてなのかなと思ったら別にそうでもないまあ何ん彼だけでなんとかいろいろできそうハッキング BBA でできたんじゃないかもしかしてとか思ったりとかそれにやらせりゃなんか もうなんかあのハッキングでどうこうするっていうのが確かに気にはなったんですけどね回りくどいなみたいな感じで回りくどいですねそれはねきっとこうルーカス・フィールドの中では日々回りくどいことが行われてるんです、うん、<laughs> それの、ね、<laughs> これをやりたいのになんでここまで遠回りしなきゃいけないんだっていうのをこう毎回やらされてるゆえのそれなる思い出見せたライアン・ジョンソンがちょっとこれを映画に取り入れないと俺は真剣に映画作れませんって思ってたんですや,、まあ、やることなすこと正しいってことはないですからねうん そう考えるとですねちょっと指名に入りますけども「フォース」の覚醒はガンダム UC だったンガンダムユニコーンだったわけですよ。なんかねシャアに似てるやつが出てくる<何>、うん、そして一作目で活躍したメカが活躍しなかったメカが大活躍する <laughs> という意味で「フォース」の覚醒はガンダムユニコーンだったわけですおっさん接待アニメだったわけです。<laughs> あそう考えるとですね最後の時代は作戦が失敗するしこれまでのファンは怒るしでも新しいものをやりたいって意思が伝わってくるという意味で <laughs> 鉄血のオルフェンズなんですそうかーこれで完全に謎は解けましたそうかー最後の時代はオルフェンズですっきりするかもしれないですね <laughs> なるほどねでファンは大好き大嫌いか分かれる確かに新しいことはやってる新しいことやっ これはスターウォーズじゃないが面白いっていう人もいる。そうなんですナインはターン A わかんないですね。ちょっとそれはわかんないです。ターン A で締めるとみんな泣くってやつ。確かにそうかもしれない。トミ監督もね。そうでもねターン A は富野監督がね作ったっていうこと。まあまたルーカスが復帰することは絶対ないですから。ターン A ではないかもしれない。まあ俺はクロスボーンガンダムにしてほしいかな。みんな言うよね。ナインはクロスボーンガンダムにしとくんないかな。 飲み会でもも言われましたもんねね女の子にこ、ね、の間飲み会した時に女の子が女のアニメーターの方にいました <laughs> いやんそんな感じで、えー、ともう9時20分なんですが、はいえー、もうちょっと無料でやりますか。あの どうします？いいですよもうもうでも付き合いますか？ちょっと童貞話もちょっとやってくれって言われたんです。<の>付き合いますよ。俺願いの話を直で聞きたいですから、ね。マジですか？うん、じゃちょ,ちょっとですねあのちょっと無料で童貞の話もしようと思うんですけど、もう最近童貞童貞やかましいんですけど、うん、あのまあちょっといいろろあったんですなんか僕の知らないところで。はい、うん。あの日本では最後の時代以上の炎上事件が起こったんです。<laughs> 最後のどころじゃないいうハーチューさんっていうライターっていうと怒る作家の人がいるんですよ。でこの人はですね僕ずっと「ハテナダイアリー」っていうのでウェブ日記を書いてたんですけどこの人は学生の頃からんかこの意識高い系のブログとかを書いてネットでちょっと学生スターみたいになっててでもそれをみんなハテナダイアラー攻撃してたんですよね。 でも人気ある方なんですよ、ね、あの一部に人気あるでその、えー、ハーチューさんが、えー、大学を卒業してで電通に入社してで<れ>電通の後、えー、独立したんですよね完璧なねあ独立じゃない違う会社に入ってからでそれを、えー、辞めて、えーまあ、フリーの作家さんとしてデビューしたとで『スッキリ』とかも出てたんですよあ<ー>コメンテーター 1>,、ね、そう1年間だけ 1>, 1年間で降板した時にも俺は本当胸のすくような思いだったんですけどそんなのはあえてツイッターで発言しませんが <laughs> ここでは発言するとあんまり僕はねいい意見を抱いてなかったんですがそんなハーチューさんがですね最近電 <laughs>、えー、通にいた時に先輩のクリエイターの岸優輝さんっていう方から、えー、セクハラパワハラモラハラを受けたということで、うんえー、告発をしたんですよね。うん でまあ、それでですね、まあ、ちょっと僕にはですね電通が生み出した錦の悪魔が血みどろの戦いをしているようにしか見えなかったんですが <laughs> しかし今ハーキューさんがこのタイミングで、えー、モラハラララハハハパワハラセクハラを告発したそれはですね例えばジャーナリストの伊藤詩織さんがレイプをされたということで訴えたんだけども、えー、不起訴になったとでそういうのを「ブラックボックス」っていう、まあ、本で書いたりとかしました。 一方で海の向こうではハーベイ・ワインスタインというプロデューサーさんがセクハラで映画界を追放したりとか。でまた、えー、ラセターさんが「ラセターさんありがとう」どころじゃないセクハラをピクサーで起こしてた <laughs> <laughs> かぶせてきますねなんかあれらしいですよラセターさんは従業員にハグばっかりするとだから気をつけろともうね言ってたと。でどもね ハグってアメリカ人って俺気軽にするもんだと思ってたらアメリカ人でもハグはセクハラになるんだと思って、ねうん、そしたらですよそしたら次のプリキュアはハグとプリキュアっていうのや <laughs> 天才そうそうそういや、俺はええー、とーとかこれは同人誌売れるわと思いましたねハグってハニの間違いじゃない違うんですハグってプリキュアなんです次のプリキュアは これはこのネタで今こそ同時に書くべきですよセクハラされるプリキュアなのかなセクハラするかされるかのべキュアをやるべきでも,もう俺ハグっつったらセクハラのイメージしかないところにハグっとプリキュアですねそうなんですよね新作 AV ネタやろそうか、ん キプロデューサーが狙ってるとしか思えないというね。でそれでですね今ーツー運動っていうのがあってつまりこれまで声を上げられなかったセクハラパワハラモアハラの被害者が声を上げようっていう運動なんですこれに乗っかってーツーでハーチューさんも昔のセクハラの告発をしたとそうかそうかこれからハーチューさんは言うになったんだそうですこういう流れがあるハーチューさんは時代と寝る女ですからーツーで。 あー、結そ、うん、な,な,なるほど、なるほど、なるほど。で、まあそれはね、もうセクハラパワーモラハラは本当に言えないよっていうことで収まるかと思ったら、うん、過去にハーチューさんは童貞をものすごくいじってた発言をしたわけですね。うん、こ,れこれはね、そうです茶化しすぎかなと思う、ね。童貞についてのツイートばっかりしていますが、悪気はなくて、童貞の人って一生思春期って感じがするから好きです。 童貞の飲み物って私統計ではダイエットコーラかゴゴって <laughs> 俺,俺も今日コカ・ <laughs> コーラゼロを <laughs> 飲んでましたね。これが意識高い系が飲むのがね。ーーーそうそう似ちゃいけない意識高い系が飲むのはモンスターエナジー <laughs> で童貞が飲むのはゴゴティーかダイエットコーラ。はい、けどこれ見たけどひでえこと言ってましたね。一番ひどいのは、うんえー 童貞の人って女子に相手にされないのを基本として生きているからあのレベルより二次元の方がいいもんねとか言って普通の女子を好きにならないのだけど逆にスーパー美人が優しくしてくれると俺に女女神降臨ってつってコロッと好きになっちゃってでも高根の花だから落とせなくて結果童貞だと。<laughs> <laughs> なんじゃそれかイラっときますねでこれを、えー、言われたハーチューさんは。うん お前だってその童貞に対してモラハラパワハラをしてるじゃないかと。うん、いや過去のツイートで童貞いじの件をいろいろ言われていますけど世の中は童貞ブーム2010年以降童貞は堂々と言ってもいいモテの要素になったの記事も見ていただけるとと<生>つまり私は童貞が好きだったから童貞いじをしてたんですよと言ってるんですが、うん、でも全然この童貞に対して愛を感じなかったわけですよ。その前に 童貞ブームはあったのかについてちょっと検証しましょうえ、童貞ブームは確かにありました <laughs> まず三浦潤と伊集院光さんが DT っていう童貞を応援する本を出しましたこの結果今三浦潤と伊集院光さんは飛び火を浴びてますけどもあ、そこでなるほど。はい、しかしこれは基本的に童貞を応援する本だったんです、うん、本当は、うん、さらにですねこれは2010年からもっと後ですけどもルナール兄弟が あのルノワール兄弟が愛した「大童貞」っていう漫画を出したりしましたねこれ以外にも童貞をその扱った漫画とか、えー、本とかがいっぱいありましたね、えー、例えば「童貞をプロデュース」の松江監督もかなり炎上しましたが <laughs> <laughs> 電車男の時代よりはあ電車男よりは10人ぐらい後なんですよ。 で電車男は童貞ってみんな言わなかったじゃないですか、童貞でしたけど。うん、あまあまあ、そうですね、はい。ただ童貞っていう言葉が。ちょっとだけ市民権を。得たかか。やたら。ちょっと童貞っていうワードが見かけるようになったの。そうなんですねですあ。あ、そうですね。その、うんうん、えっと、S. D. c の降格機動隊 S. H. 二の号だが、童貞。あれ、童貞はウイルスに感染しないっていうやつでしたけど。あまあ、それもその頃かもしれないな。四十歳童貞男もあった。 あ,ありましたねそれもこの童貞ブームがなかったらタイトルに童貞ってつけなかったかもしれないですね<ー>確かに。そそっか言われてみそうですねで一方でですねハーチューさんは売れ残りって言われるとすごく怒るっていう事件があって。<laughs> <laughs> えー、なんか <laughs> え だからそれで一貫してないじゃないかっていうふうに言われてるんですけどもそうですね「負け犬女の遠吠え」っていう本があったんですよ。で確かに負け犬ブームとかもあってつまりこの時ちょっと自虐ブームみたいなのが少しあったんです。ねこれが大事なのはですね三浦純も 童貞だった、うん、そして酒井純子は今は負け犬女私って負け犬女よねっていうことで負け犬を負け犬の逆襲を書いたわけですよ、うん、つまりみんな自分のことを言ってたわけですよね、うん、本当はでここがハーチューとちょっと違うわけです、うん、ハーチューは童貞じゃなかったのに童貞をいじってるわけですまあしょうがないですよハーチューは女性だから <laughs> 女の童貞っていうのがあるのかよくわかりませんけどいやまあ処女ってのはありますが処女と童貞違う違うわけですよそうなんですよ処女と童貞は反語にはならないならないんですよだから童貞の反語は上残りもしくは負け犬なん犬か。そうなんですそうなんだよねで、そこが難しいところで童貞なんそすかただですねまあつまり童貞が今俺も童貞だったっつって三つで八を 攻撃してるわけです。ちょっと、俺も童貞だったって、みんなそうじゃねえの?そ。そうですよ、そうですよ、みんなそうです童貞か童貞だったのか。童貞密。密。いや、このね、この三浦淳は、あの、いかにも童貞っぽい顔として出していると、お考え。くださいそうなんですよ。で、えー、ね、でも。これで、ね。つまり。僕が言いたいのはですね。 つまり、童貞とか不女子とかにがっていう言葉は。うん、当事者以外は使ってはいけない言葉なんですよ。ねうん、これをね、本当に思ったのはですね、の不の腐女子もダメなのか。そうなんです。なんか腐女子ってなんか結構自,自慢げに言う女性がいた。そうですか。も<う>僕もそうも一時期まではそう思ってたんです。 <で>かだからですね、ちょっとその不条子の,の友達ができたときに、すごく不条子いじをしたら、決定的に嫌われてしまったっていうことがあって、えー、いじっちゃいけないですよ。リスペクトして、あ不条死なんだっていうと、めっちゃ喜んで不条子っぷりを出してるそういうことなんですね。あそっか、だからんそうなん、私がやってる道程辞はそういうことだそういうことなんですよ、そういうことなんです。なるほどね T シャツは童貞しか着ちゃいけないしニガー,ー T シャツは黒人しか着ちゃいけない<ー> <laughs> そうそう自分が言っていいんですねほですねだ自虐自虐はね自虐はまだ OK っていうわけなんですよねまあまあいますけどね自虐自分は童貞だからって何か全てを諦めた感じのツイート見たりしますけど TT こじ出せっていうのはどうなんですかっていうのはちょ,ちょっと分かんないですけどでもそれも自虐の一つなんじゃないですかね。モテないのを手を手上に生 だからこの不助詞 T シャツとか全然見かけないじゃないですか<ー>外人がなんか調子に乗って着るだけじゃないですか不上詞って素敵な言葉だと僕は思うんですけどね、うん、なんかそんなに腐ったとかうだから仲間うちだけで私たち、うん、不助詞だから普通のおじさんのおっさん声優とかをすごくあがめちゃったりするよねみたいなことを言うのは OK なんですけど、うん、俺がいじってはだめだったと。うん、<laughs> なるほど, <laughs> なるほど なるほどね。仕事だったんですね。で、これを、はーチゅーさんは、やってしまったっていうことなんじゃないかと思います。まあ、身から出たサビとしか言わないですけど。で、これ難しいのは、ちょっと、すべての、男は童貞だったんですけども。それは、すべての女はセクハラされるってことじゃないと。ここが難しいところですね。<laughs> あ,あ、そうですね。なかなか難しいです。面白い表題だな、これ。 であとですね、えー、ちょっとですねこれツイッターでいろいろ会話してて分かったんですけども、うん、このね三浦潤とか伊集院光ですらちょっとその、えー、童貞に対して童貞をバカにしてるみたいな人がいるわけですよ。でももうしょうがないわけですよねそれはつまりその童貞元童貞としては。 密みたいな気持ちで、えー、童貞の人はこうするといいよみたいなアドバイスを送ってるつもりなんですけども、うん、現役童貞の人にはそれがものすごく自分を蔑まれているように聞こえてしまうという現象が起こってしまうんですがもうちょっとこれは永遠の課題ですよね。だって皆さん「あの500日の様」って見ましたかあれって童貞を捨てたジョセフ・ゴードン・レビットが。 もう周りがダンスをしてくれるし、半ソロでさえ、お、やったぜみたいなことを言ってくれる。と半ソロ?。はい、あ、これ見てないですか?。あ、見てない。これね、この、この人童貞なんですけど、この、これが童貞をしてるんです。その後、街中が、街中がダンスでやってくれる。んですよこれは、あの、モテ期で、そのファクられましたかよ。あまあまあ、もうすべてが幸せに見えるとか。そう、そう、そう。すべてが幸せに見えて、周りがすごくダンスして、やってくれる。で、車のね。 ガラスドアを見るとそこになぜかハンソロが映っててハンソロが「やったなお前」みたいな感じでハリソンコ本当に既存映像を使ってるんですけど,どそんなふうに世の中が見えてしまうと。<laughs> う<ん>という意味でアドバイスをししてるんですよ脱た人はそれが童貞にとってはものすごくプレッシャーに見えるという永遠の課題なんですが、まあね、それはしょうがないですよ、ね、それやってつまりちょっと教習者にクラクション鳴らすように思えてしまうかもしれませんが。 でもね、これはしょうがないです。これはちょっとアドバイスみたいな感じ。だから、女の人に言われたら、これ、ね、こう、つらいかもしれないですけど、童貞にアドバイスするおっさんは、みんな童貞にコンプレックスを持ってた人だと考えてもらえれば大丈夫です。まあ、そう思った方がいいですね、うん。大丈夫かな。伝わったかな。<laughs> このように童貞がどれほどいるのか僕は知りませんけど、ね。で、ハーチューは、つまりですね、カー,カースト制っていうのがあったんですけど、つまり、ハーチューは上のカーストからセクハラされて、下のカーストにモラハラをしてると。うん 分かりやすいす一方でハーチューは自分に恋愛におけるカースト制度みたいなのをちょっと自分でブログに書いたりとかもしてますまあこれはインタビューなのかなインタビューですけどつまり恋愛におけるカースト制度若い頃の恋愛は自分と違う人を好きになるけど大人になると違う人よりむしろ同じ人似た価値観似た生活スタイルを求めるようになるつまりハーチューにとっての恋愛相手っていうのは同じカーストに得してる人であって到底ではないんです。 これがハーチューが童貞を恋愛相手として認めていたならばこんな事件は行わなかったんですだから童貞にアドバイスするんだったら童貞とセックスするもしくは童貞にケツの穴を貸すぐらいの覚悟が必要なんですだから炎上が起こったと思いますしまあよく考えればハーチューさんはもともとコンプレックス商売をしてたんですよねつまりあのハーチューさんは昔地味な女だったんでそれは今 こんなにイケイケケの女になったと、うん、このコンプレックスを解消したってみんなも私みたいになってほしいみたいなことでコンプレックス商売をしててそれは記事さんも同じですしハ、うんえーチューが一時期岡田敏夫と,ちょっと仲良くげになってたのもそれは商売が同じ商売をしてたと、うん、いうことですごく納得できます、うん、が基本的にハーチューはお田さんの姫だとお考えください。 つまりリハーチューさんは地味な、えー、女性がおたさんの中で輝いた結果童貞を見下すようになったおたさんの姫だとお考えくだされば多分つまりあのー、あれですよ伝統 OB サークルってのがあるんですよこの世界にその中の姫だと思い込んでたんですよねきまあ綺麗な人ですからねいやそんな綺麗じゃないですよあそうなのね、えー、そんな綺麗じゃないですよ、うん りとか一言も喋れなかったですよです、ね、一言も喋れなかったんでわざわざコーナーを作ってもらったりとかしさんに似てますた、ねええ。でも本当はねこんなこと僕も言いたくないんですなぜならばこういうふうにしてハーチューさんのことを言えば言うほどハーチューさんの得になってしまうんです本当は。<ー>本当はこの炎上事件で一番得してるのはハーチューさんなんです <laughs> 本当は。 <laughs> 本当はこれでやけ太ってるんで僕もこ,れこの後とはハーチューさんについては扱いません、ねうん、面白いぐらいら本当結局この半年後にです、ね、ハーチューさんは何事もなかったようにまたいろんな活動を続けててでこの炎上の結果1割ぐらいはハーチューさんの味方になってお客さんになってハーチューさんは結局得をしてるんですのでうん、えー、もうちょっとあんまり言わない方がいいと思いますそしてこのタイミングで新刊かなんか出してるんじゃないですかね確かか、はい、小説家デビューって言ってました。 だけどやっぱ頭いいわこういう人たちは本当に意識高い分こんな感じで有料にそろそろいやですからちょっとまあちょっと延長しますけこれから本番なんですか一体何をちょっと映画この後とでね映画の話をしますちょっとブレードランナーとかローガンラッキーとかについていややんないといけないんでちょっと延長してやりますんであで今池の方よろしくお願いします今池よろしくお願いします遊びに来てね遊びに来てねじゃあそんな感じでひとまでさようならはい